こんにちは、キャロルです。今日はどこでも簡単にできる食いしばりをしなくする方法を紹介します。先日コミュニティボードの方でもお知らせしましたが、体調を崩してしまい2週間ほど寝込んでいました。たくさんの方からご心配いただきましたが、やっとここまで回復することができました。ありがとうございます。後ほどお話ししますが、寝込んでいる時にあることが理由でどうしてもマウスピースをはめることができませんでした。具合が悪い時は特に食いしばりがひどくなるのにマウスピースができない。でも食いしばるわけにもいかない。なんとかしなくちゃと朦朧とした頭で思いついた方法が意外と効果的だったので皆さんとシェアしていきたいと思います。この動画を見ると食いしばりを予防する具体的な方法がわかり、寝ている間だけではなく日中の食いしばりも改善されるようになります。また頭痛の頻度が減り睡眠の質が高まりますので、頭痛を軽減したい、食いしばりを改善したいという方は最後までぜひご覧になっていってください。このチャンネルではいびき、歯ぎしり、顎関節症など歯医者さんに通っているのになかなか良くならない症状の改善法などについて発信しています。不規則な投稿になりますので、まだの方はお見逃しのないように今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。早速ですが、なぜ私が寝込んでいる時にマウスピースをはめられなかったかについてお話しします。最初に答えを言ってしまうと、歯と歯の間がこう押し広げられてしまうほど歯茎が全体的に腫れ上がってしまったからです。全体的な症状としては、まず喉の痛みから始まりました。まずいなと思っているうちに熱がみるみる上がっていき、最初の4日間はだいたい40度近くまでありました。起きているのが辛くて横になっていたので食欲もありませんでした。すると3日目くらいから口角炎、ここが切れて、最初は痛みなかったんですけれども、だんだんお話ししたりとか、ちょっとなんか飲み物飲んだりするたびにパクッと切れてしまって、すごい出血しちゃったんですね。で、その頃からものすごい数と大きさの口内炎が現れました。寝込んでから3日目くらいまでは頑張ってマウスピースをしていたんですけれども、4日目の朝にマウスピースがなんかきついなぁと感じ、鏡を見てみると歯茎が盛り上がっていてマウスピースが食い込んでいました。舌で歯茎を触ってみると明らかに厚くなって形が変わっているのが感じられました。歯茎は今まで見たことのないほど真っ赤になり、出血と痛みで歯磨きもままならない状態でした。左右の扁桃腺も大きく腫れていました。歯ブラシの毛先がちょっと歯茎に触れるだけでも飛び上がるほど痛かったので、マウスピースなんてとてもじゃないけれどもできるような状態ではなかったんです。ですが、免疫が極端に下がるとこのようなことが起こるということが分かり、いい経験になりました。体調が悪い時や疲れている時って食いしばりや歯ぎしりがいつもより強くなりませんか？特に寝込んでいる時はストレッチやマッサージなどをする気にもなりませんよね。そこでマウスピースをしなくても、ストレッチやマッサージをしなくても食いしばりをやめる方法はないかなぁと朦朧としながらも考えました。ところで上下の歯が接触する時間は1日に15分以下と言われています。それ以外の時間は2、3ミリ離れているのが自然な状態です。食いしばる癖のある人は上下の歯の接触時間が長くなるため、筋肉の緊張や疲労、顎関節への負担が増えていきます。一般的に言われているものとしては、食いしばらないと紙に書いてあちこち目のつくところに貼るという方法ですが、この方法だとその時だけ一瞬歯を離したとしてもまたすぐ食いしばってしまいます。職場で目のつくところとなるとデスク周りやトイレの中にまで貼らなければならなくなり、現実的ではありませんよね。ではどうすればいいのでしょう。答えは意外とシンプルです。無意識に食いしばってしまうのなら、時間を計って歯を意識的に離すようにすればいいのです。まず秒針のある時計かタイマーを用意してください。唇を閉じた状態で上下の歯を 2,3 ミリ離してみましょう。この時に注意点が1点あります。舌を上顎の裏側にべったりつけるようにしてください。歯ぎしりや食いしばりをする方は舌の位置が上顎についていなくて下顎に下がってしまっていることが多いです。実は舌の正常な位置は上顎の裏側なんですけれども、これが下がってしまうといびきや二重顎の原因にもなりかねません。舌を上顎につけることができないという方は、歯を使わずにお豆腐やプリンを舌ですりつぶして食べる練習をしてみてください。時計やタイマーをお手元に用意したら、唇を閉じた状態で歯を 2,3 ミリ離し、舌を上顎の裏側につけた状態で1分間キープです。このエクササイズを行う頻度なんですけれども、最低でも朝昼晩の1日3回は行うようにしてください。
そして最後の1回は寝る直前に行うようにします。最後にマウスピースは食いしばりの逆効果にもなりうるというお話をしておきます。上下の歯の間に何か物があると噛もうとする本能が働くからです。特にソフトタイプのマウスピースは何かを食べている夢を見て何とか噛み切ろうとすることがあります。またハードタイプのマウスピースでも割れたり穴が開いた経験はないでしょうか。これは眠っている間に歯ぎしりや食いしばりをしているからです。じゃあなんで歯医者さんはマウスピースを作るように勧めるんだろうと思いますよね。マウスピースは寝ている間に歯や歯周組織を歯ぎしりや食いしばりの衝撃から守るためのものです。強い歯ぎしりや食いしばりがあるのに保護をせずに放置しておくと歯が割れたり欠けたりしてしまうからです。ですのでマウスピースは歯ぎしりや食いしばりを改善するまでの保護材料として一時的に使うのに適しています。このようにマウスピースを使い続けると歯ぎしりや食いしばりがかえってひどくなることもあるので注意が必要です。今日は1分で簡単にできる食いしばりをしなくする方法を紹介しました。具体的な方法としては唇を閉じた状態で上下の歯を 2,3 ミリ離す、舌は上顎の裏側にべったりつける、この状態を1分間キープします。これを最低でも1日3回は行うようにし、慣れてきたら1日間ごとに1回行うようにするとさらに効果的です。今マウスピースをはめることができない、食いしばりが改善されず悩んでいるという方は今日紹介したエクササイズをぜひやってみてください。チャンネルでは動画のリクエストや動画の内容に関する質問を募集しています。また今日紹介したエクササイズをやってみた感想もコメントでぜひ教えてください。高評価とチャンネル登録もしていっていただけたらとっても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you soon!